こんにちは、堀弘です。今日は質問が来てましたので答えたいと思います。はじめまして。これは勉強になるとおすすめの本があればぜひ動画で教えてください。いつも渋いです。ありがとうございます。こういった質問が来てましたので答えたいと思います。やっぱり和彫りを勉強したいんだったら、やっぱり今出版されてる、昔出版されてたりね、その書籍、あとは写真集をまず手に入れることから勉強って始まると思うんで、おすすめの、写真集本ご紹介していきたいと思ってます。まずこれがね、一番有名な入れ墨体感、姿勢体感かな、どっちかちょっと分かんないですけど、これがとりあえずね、最初にまずこの歴史を知る上で一番大事な本かなと思います。これは、2代目堀尾のさん、3代目堀尾のさん、堀五郎さんとか、結構古い堀氏の、作品がたくさん載ってます。江戸の堀物中心ですかね、この本は。この本はちょっとぜひ見ていただきたいです。で、次にこの麻布の堀吉さんの写真集、これも見てもらいたいと思いますね。やっぱり、なんだろうな、一時代を築いた堀吉さんなんで、この方は昔の実話ドキュメント の総集編とか見ると、入れ墨石膏を見るとやっぱりこの堀吉の影響力ってのがすごいわかるっていうか、ほとんどの堀氏がやっぱり影響を受けてます。この2代目堀吉、漢字の堀吉さんとひらがなの堀吉さんがいるんで間違えないでほしいんですけど、麻布の堀吉っていうのは漢字の方の堀吉さんです。この方は親子2代でやって、この方2代目です。ちょっとこの写真集ももう今ヤフオクでたまに出てますけど、ちょっと高くなってるんですけど、でもね、堀氏だったらそのぐらい、問題ないと思うんで、ね、買ってほしいです。他にお金を使うより、まずはちゃんとね、堀物の資料、大事な資料をゲットしてください。で、あとはですね、これは個人的に自分がよく見たって本なんですけどね、出してるのは3代目の3代目堀吉さんの写真集。堀吉さん、3代目の、ね、横浜の堀吉さんは本とか写真集いっぱい出てるんですけど、特に自分がこの本はすごい見たなって感じですね。80年代の総手堀の作品がたくさん載ってます。個人的に一番見ました、この本は。なんか資料館に売ってるらしいんで、和彫り勉強したい人はこれ見てほしいです、この堀吉さんの。この横浜の堀吉さんはひらがなの吉です。漢字じゃないんで間違えないでください。他にも堀吉さんいっぱい本出してるんで見てほしいです。この乱章、これも3代目横浜の3代目堀吉さんの作品がたくさん載ってます。あと、初代堀吉さん、2代目堀吉さんの作品ですね。横浜の堀吉さんの流れの、堀物がたくさん載ってます。総手堀の、素晴らしい作品です。これも見ていただきたいです。あとはこう、堀常さん、2代目堀常さん、大阪の堀吉さんです。この方はマシンの堀吉さんです。見応えがあるんで見てほしいですね。堀町さん、浅草の堀町さんですね。この匠っていう写真集です。これも、ね、なかなか見応えのある写真集ですね。これは鶏文社です。鶏文社から出てます。ゲットしてください。で、2冊目は浅草堀和さんの写真集です。総手堀です。この写真集もすごい見応えがあります。
現代の彫り物で、森下の中でも相当時間を、一人の体にすごい時間をね、惜しまず使ってる彫り物に見えます。普通の彫り師の何倍も時間もかかりそうな、ものすごい細かい時間のかけた豪華な彫り物です。これもゲットしてみてください。3つ目、伝統技、九州総手彫会の中村さんの織物です。三味線盛りです。中村さんはこの方の、写真集もすごい勉強になりました。すごい見応えがあってゲットしてください。この織長さん以外はこの2冊は洋書になっちゃうんで、日本の書籍ではないです。海外のネットで買うしかないと思います。あとこの写真集ね、実話ドキュメントの姿勢絶下、入れ墨絶下、これは結構面白いです。特にね、本当にいろんな、たくさんね、堀さんたち載ってるんですけど、中京の方の堀さんもたくさん載ってますんで、すごい勉強になります。これは3つシリーズありますんで、これが一番買いやすいと思います。古本屋、日本の古本屋とか調べると出てくると思います。一冊そんなしないんで3冊ゲットしてください。姿勢絶下、入れ墨絶下、姿勢絶下ね、姿勢絶下、これは本当面白いです。本当にいろんな、堀さんの作品が載ってます。手彫りの作品もたくさん載ってます。ぜひゲットしてください。勉強してください。あとはその手彫りとか勉強したい人はやっぱりこのシリーズ、これタトゥーバーストの堀さんのそのインタビューみたいな、これ面白いんですよね。この総集編みたいな、一人一人しっかりインタビューと、何が面白いかっていうと、手彫りの彫師さんも結構の、まあマシンの彫師さんはもちろん載ってるんですけど、どこだろうな、針先が見えるんですよね、手彫りの。いろんな先生のその針先の写真が載ってあるんで、なんかどういったのみを使ってどういった形でとか、わりかし鮮明に写真載ってますんで、結構勉強になります。これはその付き方とかそういうのは分かんないですけど、まあ、そののみと針の組み方、針の形かなが勉強になると思います、この本は。あとやっぱね、名だったる堀さんたちがいっぱいインタビュー書いてますんで、これは見てほしいですね。あと書籍になると、やっぱりこのね、文心百詩、これは見てほしいですね。これは初代堀雄さんの作品がたくさん載ってます。彫り物の本書籍としてはこれが一番古いですね。これは再版ですけど、もともと文心百詩が一番古い本です。あとはこの本も面白かったですね、三代目堀雄さんの表紙のこの本。あとどれだろう、まあ、なんかいろいろ書籍とかいっぱい出てるんで、まあ、好きな人はちゃんと和彫り勉強したい人はね、こういうの通っていかないと、やっぱりいい彫り物にならないような気するんで。だから最近の彫り師さん、若い彫り師さんの和彫り見ると、なんかあんま和彫りっぽくないというか、それなりのことはやってんだろうけど、和彫りっぽいことはね、なんかでも自分の目から見たらあんまりこうね、自分がいいと思うような和彫りにあんまなってないような気がするんだよね。こういうちゃんとしたこう
先人のね、やっぱり学んできたことを吸収してないと、なんかね、あんま和彫りっぽく見えない。海外のね、外人さんの和彫りも俺は和彫りっぽく見えないですけど、やっぱ何か足りないんだよね。やっぱその和彫りとしてなんかかっこいい部分が、調味料が足りてないんで、こういうのをしっかり勉強して、ね、やっぱ一時代築いてきた彫師さんたちがいっぱいいるんでそういう彫師さんの作品をね、やっぱり見て勉強して吸収して、いいところを取って、それを自分で組み合わせて、そうやって勉強していくものだと思ってるんで、特にはそのね、独学で勉強してる人たちっていうのは、ちょっとこういう本がないとかなり難しいかなと思います。まあ、一門とかに入ってね、資料、先生がいる人たちはまたその師匠からね、教えてもらえると思うんですけど、独学の人たちはやっぱり、ね、こういう資料とにかくいっぱい買って、たくさん、もう全部買うぐらいのね、日本で出版された、買おうと思ったら買えるんで、絶対そこに情熱とお金さえあったらね、なんかそこにお金を惜しまず使ってほしいと思います。まあ、書籍はね、まあ、いっぱいあるんですけど、まあ、今日はこんな感じでね、自分が特に見たなって思うんだけどです。まあ、またいろいろ本がありますんで紹介していきたいと思います。今日はこんな感じで終わります。それではまた。